ジャン・アラン・ブームソン・ソムコンは、カメルーン・ドゥアラ出身のサッカー選手、元フランス代表。ポジションは、センターバック。初期バレーボール代表だった父の下で、カメルーンのドゥアラに生まれ、サッカー以外にも、バレーボールやバスケットボールに親しんでいた。サッカーではゴールキーパーを務めていた、ブームソンは、14歳の時に、母と5人の男兄弟と共に、フランスへ渡って、 パリの郊外在住時に US パレゾーに参加し、その後、ルアーブル AC とアージオセールから誘われた際に学業に重きを置いていたため、大学が存在しなかったオセールよりもルアーブルへ渡ることを選択。1996年に入団したルアーブルでは、守備的ミッドフィルダーを務め、その2年後にプロ初出場を飾った。なお、この間に大学で前期2年にあたる、 第一期課程を履修し、数学の一般教育課程修了証書を取得している。オセールプロ1期目ながらも活躍を見せていたことから、1999年にイングランド一部のリバプール FC を率いる、同国人、ジェラール・ウリエ監督に関心を寄せられていたものの、足の負傷の影響もあって、話は立ち消え、2000年にフランス一部のアージオセールと契約した。 オセールでは、ギー・ルー監督の指導のもとで、センターバックに転向し、後に代表でプレーすることになるフィリップ・メクセス、ジブリル・シセ、オリビエ・カポと共に、中心選手として牽引。特に、メクセスとのコンビは、それぞれローラン・ブラン、マルセル・デ・サイイの後継と目されるほどの活躍を見せており、その集大成として、2003年6月のパリ・サンジェルマン FC 戦で決勝点を挙げて、 自身初タイトルとなるクープ・ド・フランスを獲得した。レンジャーズ、ニューカッスル2003年12月15日に、スコットランド一部のレンジャーズ FC と、オセールとの契約が満了となる2004年夏からの5年契約を締結した。なお、この動きに、リバプールの売リエ監督から失望と非難をされたが、それに対して、ブームソンは、昨季終了後にリバプールとクラブに達するも、 グリエ監督から本契約の連絡が11月の段階になっても来なかったと明かしている。アレックス・マクリーシ監督のもとですぐさまレンジャーズの中心選手として活躍すると、わずか半年後の2005年1月2日に移籍金800万ポンドで、イングランド一部のニューカッスル・ユナイテッド FCA5 年半契約で引き抜かれた。8月に退団したジョナサン・ウッドゲートの後釜として、 大きく期待を寄せられることになったが、2005年のフラム FC 戦で、ルイス・ボア・モルテのグラウンダークロスを目の前にしてこけて失点につなげたプレー2006年のリバプール戦での相手のロングボールを処理ミスから、ピーター・クラウチにボールを奪われる寸前に、後ろから抱きついて倒し、退場とペナルティーキックを健常したプレートをたびたび不安定な守備を見せており、 タイタス・ブランブルとのコンビは最悪と評されるほどに、ニューカッスルでの生活は失敗したものだった。2006から07シーズンになると、クレーグムーは、スティーブン・テイラー、ブランブルより、センターバックでの序列が下がり、同シーズンの試合に一試合も出場することなく、退団した。ユベントス2006年8月15日、カルチョスキャンダルによって、 セリエ B に降格したユベントス FC へ移籍金330万ポンドで4年契約を締結。リミニカルチョ FC との開幕戦では、前半にジェガのクロスを後ろへ反らす処理ミスから、アレッサンドロ・マトリにシュートを放たれる危機器を作ると、後半にはスルーパスへの中途半端な対応によって、相方のロベルト・コバッチとボールの処理を譲り合う場面を作り出してしまい、その隙を アドリアン・リッキューティに疲れて、直接失点に関与する最悪なデビュー戦となった。一方、AC ・キエーボ・ベローナ戦の決勝点や2008年1月の、インテルナツヨナーレ・ミラノとのコッパイタリアでの同点と、いったように重要な得点でチームを救った。同国人のディディエデシアン監督の期待に応えるべく、奮闘し、最終的にコバチア・ジョルジョ・キエリーニとコンビを組んで、 守備の中心選手として33試合に得点を記録し、2部での優勝と1年でのセリエ A 復帰に貢献した。しかし、デシアン監督がクラブ首脳陣との対立によって去り、新たにクラウディウオラニエリ監督が就任すると、新シーズンに加入したドメニコ・クリシートとジョルジュ・アンドラーデの2人が、センターバックのレギュラー候補に踊り出ており、厳しい状況になることが予想されていたが、 これに対して、ポジション争いは脅威ではないし、ここに99%残留するつもりだ。そのために FC ジロンダンボルドーとバレンシア CF からのオファーを断ったと宣言して残留となった。しかし、2009年9月のレアルサラゴサとの親善試合での左太ももの負傷によって2ヶ月、離脱するフー運やキエ・リーニとニコラレグ・ロッターリーへのコンビの活躍から、 結局、ラニエリ監督の下で出場は、コッパイタリアのみにとどまり、2009年1月の遺跡市場で新たなセンターバックを求めたことで、対談へとつながった。リオン2009年1月26日、負傷で長期離脱していたアンデルソンの代役として遺跡金300万ユーロで、フランス一部のオリンピックリオンと3年半契約を締結。当初は制裁をており、 2008年9月17日のアクフ・フィオレンティーナとの UEFA チャンピオンズリーグ2008から09では中途半端なクリアを相手選手に拾われて失点に関与するプレー等を見せていたことから2008から09シーズンに就任したクロード・ピュエル新監督の構想ではセンターバックの序列でクリス、ジョン・メンサー、マチュー・ボドメに次ぐ4番手に位置づけられており特に本職が ミッドフィルダーのボドメが好まれていたことから反目し、型にはまりすぎて柔軟性がなく、選手に意見を求めない監督と評していた。しかし、時が経つにつれ、かつての調子を取り戻し、クリスと守備の軸となると、2010年2月のレアルマドリード戦では、毎一発のところで失点を防ぐプレーをたびたび、見せるのみにとどまらず、中盤でのボールダッシュから攻撃につなげて、 ジャン・マクーンの決勝点を支援する公主両面で高い貢献度を示し FC ジロンダン・ボールドでも同様に守備で良いプレーを見せてクラブ史上初となる準決勝進出に貢献したパナシナイコスリオンでの生活は充実していたものの契約期間満了に迫ると遺跡金ゼロでの放出を望まなかったリオン型クラブとの交渉を開始する事態となるこれに対しブームソンは リオンへの残留と契約延長を希望したが、2010年7月30日に、遺跡金50万ボーナス25万ユーロで、ギリシャ一部のパナシナイコス FC と3年契約を締結し、シドニー5部の後を追う形となり、オセール時代の同僚、施設も再開した。パナシナイコスでのスタートは、あまり良くなかったが、徐々にパフォーマンスを改善して、ファンの信頼をつかみ、 2012年1月には契約を2014年までの2年延長させることに成功すると翌2012から13シーズンは副首相にも任命された。しかし、ギリシャ国内の経済危機はクラブにも影響を及ぼし、経済的理由から2013年1月9日に解雇されてしまう。その後、自身の給与を15%削減することで11日に、 クラブの練習に復帰を果たしているが、同2012から13シーズン終了後の2013年6月19日に契約を1年残しながらも、双方の合意によって、正式に退団した。パナシナエコス退団後は、フランスに帰国して、受け入れ先を探すもなかなか見つからないため、正式に引退こそ表明していないが、米ンスポーツで評論家の仕事をしている。代表には、 U-21 フランス代表を経験した後、2003年2月10日に、サッカーチェコ代表との親善試合へ向けて、フランス A 代表の初招集される。同試合での出場はなく、以後も未出場だったものの、クラブでの活躍から、6月3日に、ジャック・サンティニ監督によって、FIFA コンフェデレーションズカップ二千三2 0 0 3のメンバーに選出されると、6月20日の日本戦で、 初出場を飾り、2003年10月の UEFA ユーロ2004予選イスラエル戦で代表初得点を挙げた。その後、クラブでの負傷から UEFA ユーロ2004の出場が危ぶまれながらも同大会のメンバーに無事選出されたが、スイス戦でウィリアム・ギャラスに代わって試合終了間際したのみにとどまった。その後の 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では、 序盤こそ先発の座を掴んでいたものの、リリアン・チュラムが代表を復帰してからは控えに追いやられ、2006フィーファ、ワールドカップでは、チュラムとギャラズノが情を崩せずに未出場に終わり、UEFA ユーロ2008でも二人の存在から、控えだった。なお、ユーロ2008には、イタリア戦で、センターバックを務めるエリック・アビダルが一発、退場したことで前半に、サミルナスリに代わって、 途中出場したのみとなり、公式4大会にメンバー入りこそ果たしているものの、出場機会はわずかなものだった。レイモンド・メネク監督の下では定期的に招集されており、2005年のハンガリー戦では首相を務めていたが、2009年6月のトルコ戦を最後に出場はなく、その後、2010年3月のスペインとの親善試合に招集されるも未出場に終わり、 2010フィーファワールドカップのメンバーには選出されなかった。新たにローラン・ブラン監督が就任してからはセンターバックの世代交代の影響もあって招集されることはなかった。兄弟のセルジュ・アバードは詩人であり、ヤニックはプロサッカー選手、ロドリーグはバスケットボール選手だったが、度重なる負傷からプロ経験はなかった。また、プロサッカー選手のダビド・ヌゴグワイとこである。 オセール時代に、妻ジュリエットと出会い、三人の子供を授かっている。アージオセールレンジャーズ FC ユベントス FC オリンピックリオン。ありがとうございます。